明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございますっていうには遅すぎたんですけれども、2019年最初の動画は絶対これをやりたいって決めていたものがあって、チョコレートの食べ比べなんですけど、すごく好きなチョコレートがあって、それがこのピープルツリーのチョコレートです。毎年冬の時期に発売されて、それをすごく楽しみに待って好きな味を買って食べるっていう感じで今まで食べてきたんですが、今年は動画のために自分が普段食べない味も食べてみようと思って、板チョコの形状のものを全種類買いました。普通のものが9種類と、ベジチョコのラインが5種類、ちょっと大きいサイズのが3種類ですね。今年出た新しいのって何かな、ちょっとサイトを見てみますね。このホワイトアーモンドベジチョコのペル75っていうのは今年出たばっかりのもの。あれ、私がいつも好きで食べてたホワイトチョコの味何だったんだろう。このチョコレートの何がそんなに私好きかっていうと、パッケージバカみたいなんですけど、これがね、発売されたのが何年だったかな、だいたい毎年食べてるんですけど、パッケージを見てももう本当本当に心の底からめちゃくちゃ可愛いって思うんですよ。イラストレーターさんとデザイナーさんが一緒なのかどうなのかは分かんないんですけど、天才的じゃんって思ってます。この海外っぽいなデザインだなって思うんですけど、毛色の違うフォントを組み合わせるっていうところがもう私すっごい好きなんですよ。最初はだからパッケージにすごいときめいて買った感じです。そしてどれを食べてもすごく美味しいっていうところを好きになって、その後ですね、あ、これフェアトレードなんだっていうのをちゃんと理解したのは本当一番最後です。フェアトレードっていうものについてあんまり詳しくないっていう方とかもいらっしゃるかもしれないんですけど、私も詳しくはないんですけど、食べる人に美味しさを、作る人に優しさを、ピープルツリーのフェアトレードチョコレート。フェアトレードって最近すごく手に入れやすくなったんじゃないかなと思うんですけど、簡単に言うと、まあ、発展途上国であったり生産者の人たちがすごく過酷な労働環境にいて、子供たちも児童労働をするしかないような生活状況にあったり、労働に対する十分な対価を得られていないという状況、子供も学校には行けなくて労働しなければならないっていうような、その人たちに労働に対する公正な対価を支払うための貿易のシステムみたいな感じですね。で、フェアトレード商品はそのために通常売られているものよりもちょっとやっぱり割高です。だからこのチョコレートも普通に私たちが普段手に入れるような板チョコのサイズよりちっちゃいと思うんですけど、でも360円ぐらいかな、1個、ちょっと税込みで378円か、ちょっとお高めではあるんだけども、その分が現地の生産者の方々に行き届くようになっているというのがフェアトレードの仕組みです。だから高くて当然、普段私たちが買って食べるようなもののとっても安く食べられているようなものは、私も詳しく知ってるわけではないんだけれども、きっと生産者の方々の労働力を搾取することによって安く販売されているというものも私は知らずにきっと食べているんだろうなと思います。だからフェアトレードのものを選択をすることって一つとっても大切なことだと思います。はい、では実際食べていこうと思います。まず、あ、私は一口ずついただこうと思っています。全部は食べちゃったらとんでもないことが起きそうで恐ろしいので、なんか食べてるのは今これですよみたいな、まあ一番ベーシックなこれからいきます。ミルク、かわいい、こういう感じ。いただきます。甘みはかなり強いんですけど、黒糖なんですよ。だから黒糖の味がすごいきます。ヘーゼルナッツの粉末が入ってるのでナッツの香ばしい風味もきます。うーん、おいしい。 EU 基準による有機農畜産物加工食品ですって書いてますね。原産国名はスイスです。うーん、おいしい、おいしすぎる。前半は私が好きなのからどんどん食べていきたいと思います。じゃあ次はね、これも大好き、キャラメルクリスプ。もう天才なんだろうな、これ作ってる人たち。ナッツが入ってます。いただきます。一口ずつにしようと思ったけど
1ピースずついっちゃいますね。チョコの味はさっきのミルクの味と一緒なんですけど、キャラメルのジャリジャリした食感が一緒に来るっていう感じ。ベジチョコのライン以外は結構甘いんですよ。でも黒糖の甘さだから、あの白砂糖のパンってくる甘さっていうよりかは黒糖のもわっ、全然うまく言えなかった。なんかまろやかな優しい甘さって感じでもないんですけど、結構甘いからもっとでも自然な甘さである感じですね。じゃあこれいきます。ヘーゼルナッツ、これも私はすごく好きで、ここまでは全部毎年必ず買ってます。こういう感じでナッツが見えてます。ちょっともうこの辺から半分に割って食べますね。食べ過ぎそうな気がするから。いただきます。そのナッツの食感がある感じですね。もうすごく美味しい。この3つはもう本当に私好きで毎年毎年毎年食べてて、じゃあ次はこれにしようかな。これ今年出たばっかりのホワイトアーモンド、これ美味しそう。なんだった、アーモンドが入ってるのが透けて見える、見えるかな。いただきます。美味しいな。これは黒糖じゃなくて粗糖って書いてますね。次も好きなやつからいきます。これ抹茶ホワイトライスキヌアパフ、このイラストめちゃくちゃ可愛くないですか。天才なんだろうな。こういう風にここにほら裏面も見てねとか書いてるんですよ。で裏面にちゃんとフェアトレードってこんなですよとか、キャンペーンのお知らせとかそういうのが書いてあります。ダイエットをしてるのに痩せないとか、あれ何なんですかね。年？あ、こういう感じです。いただきまーす。抹茶の風味もふわーって来てからホワイトチョコの味に落ち着いていくっていう感じで、すごく美味しいですね。ライスキノアパフは米粉キノアパウダー粗糖って書いてるけど、少しサクサクとした食感があります。物足りないとかもあるかもしれない。美味しいな。ありがとうございます。こっからはこのベーシックなシリーズでいくと、この4つ、オーガニックシナモン、オーガニックオレンジ、オーガニックホワイトジンジャーレモン、レーズン&カシューナッツですね。ここら辺はね、わからない。これ多分コスメキッチンでこのチョコレート見かける方多いと思うんですけど、あとはなんかこういうところに売ってるんだっていうお土産屋さんにふと売ってたりとか、自然食のところとかもちろんよく売ってたりしますし、私は子供の冬休みに地元の宮崎に帰省してたんですけど、宮崎のすごく仲良くしているお店に売っているので、そこで毎年買っていて、今年は全種類置いといてくださいってお願いして買いました。そこのお店は実はこの4種類がよく売れるよってことを言われてました。私が好きなのの方が案外売れ残ったりするよ、こっちの方がすごく売れるよ、っていう感じの反応で、全国的にどうかはわからないんですけど、どうだろう、私のチャンネルを見てくださっている方は多分もうピープルツリーのチョコレート普段からすごく好きで食べるって方多い気がするから、好きな味を教えてください。どれが人気なんですかね。一番普通にあげちゃった。これを次食べます。ホワイトジンジャー&レモン、なんか不思議な粒々入ってる。いただきます。個人的には好みではないけど、美味しいか美味しくないかで言ったら多分美味しいんだと思う。あの生姜パウダーが入っていて、甘い中にレモンはずっと続く感じで、生姜は割と後半でわーって熱くなる感じです。なんか食感はすごく好きでした。ジャリ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 して、はい。じゃあ次はこれすごく人気らしいんですよ、そのお店では。レーズン&カシューナッツ、私すごく子供舌みたいな、スパイスとか薬味とかすごく辛いものとか、タイ料理とか韓国料理とか食べれないんですよ。味覚がつまらない人間なので、私の食レポって本当にすごくレベルが低くて残念な感じだと思います。あーレーズン入ってる。いただきます。
出会うのが遅すぎた。めちゃくちゃ美味しい。なんだこれ。ああ、これが人気なのはよくわかる。あのカシューナッツの食感がしっとりしたナッツの、あのカシューナッツの感じが美味しいですし、レーズンももうレーズンですっていう感じでは来ない。ちょっとだけ実はレーズンがいますよぐらいできます。いい感じにバランスをとってめちゃくちゃ美味しい。これちょっと今までの自分のちょっと守りに入ってたのが間違ってたと思う。これが美味しい理由本当に分かりました。次これシナモン。いや、チョコの匂いしかしない。見た目には何の特徴もない。いただきます。すごく遠慮がち内向的なシナモンですね。すごく話しかけても全然返事してくれないんだけど、最後にちょっと微笑んでくれるぐらいのシナモン。普通のシリーズの最後、オレンジ味いきます。うん、ちょっとだけオレンジの香りがします。見た目はもう本当に他のミルクのチョコと一緒ですね。いただきます。よかった。ピープルツリーのチョコレートって全部その入っているフレーバーの主張って結構控えめですね。優しく入ってるっていう感じ分かってきた。ちょっとはっきりとした味があったのはこのジンジャーレモンぐらいだから、もしかしたらそのフレーバーをものすごくガツンと来てほしいタイプの人にはちょっと物足りないかもしれない。じゃあこっからはベジチョコラインだったかな。ベジチョコラインはカカオ分 54% 以上のビターベースのチョコレート、乳製品を使わずに仕上げました。うんうん、ここまでのは結構ミルキーなんですよね全部。でもこれはそういうタイプではないっていうことですね。で今年出たばっかりのがこれ、ペルー75オーガニックビター 58%。 これが男性に人気ってウェブサイトには書いてますね。 OK、 ニューのやつからいけますか。このベジチョコラインはね、パッケージがカラーの背景が敷いてあるから、またこれはこれでパッと見てこれはベジチョコだなって分かりやすくなってるところもこのデザインの素晴らしいところですね。可愛い上に分かりやすい、天才の仕事ですね。私がこれだけ好きってことがこのデザイナーさんに伝わってほしい。デザイナーさんおよびイラストレーターさんに。うん、これはもう打って変わって完全にハイカカオな香りがします。さっきまでのってミルクだからしっとりだからパキンって割れないしとって感じだったと思うんですけど、これはきっとパキっていくと思う。いただきます。これはもう美味しい。 75% ぐらいだと全然好きなのですごく美味しい。じゃあ男性に人気 58% って大して高くないなって感じがするけど、うん、いただきます。こっちにしよう、ちっちゃい方に。いただきます。 75% に比べたらもっと食べやすいから、チョコレート屋さんでチョコレートドリンクとか本格的なの飲む時って濃厚なビターなチョコレートがダーってくるんだけど、なんかほのかに甘い感じもして美味しいなみたいな、あれの感じですね。伝わらない気がする。次は多分自分が好きであろう、このザクロの英語読みってなんて読むのか本当にいつも分かんない、ビターザクロ。ザクロ皆さん剥いたことありますか？私は1回だけありますけど、すごく面白いですよね、ザクロ。なんか入ってる。いただきます。これは美味しい。 ありがとうございます。これ美味しい。アイハーブのチョコかけいちご、ああいうタイプのちょっとネチッとしたフルーツにチョコがコーティングしてあるものが好きなタイプの人はみんな好きだと思います。あそこまで中に入っているフルーツが大きくなくて、チョコの方がもう圧倒的に分量がこれやっぱり多いから、ザクロはそんなに主張してこないんだけど、とはいえさっきの白いシリーズのほんのりオレンジ、ほんのりシナモンとかに比べたらちゃんとザクロが果肉も入ってるし感じられて美味しいです。これはねまた買う。美味しい。どっちから行こうかな。間違いなく好きなのはココナッツミルクかな。いただきます。これはすごく柔らかい、さっきの白のシリーズぐらい。有機ココナッツミルクパウダーが入ってるからですね、多分白のシリーズのそのミルキーなのと同じぐらいすごくしっとりして柔らかいし、甘みも
ココナッツシュガーか、あ、有機ココナッツシュガー、有機カカオマス、有機ココアバター、有機ココナッツフレーク、有機ココナッツミルクパウダーって書いてあるので、ココナッツシュガーの、いや、これだけだから材料もちゃんとオーガニックのものを使っていて、フェアトレードなんだから、370何だったっけ、高いとかいう方が野暮なのかもしれない。高くない、私にとっては高い、でもこれの価値という意味では高くない。最後ね、このビターレモンピールいきます。なかなかお腹がいっぱいになってきた、うん、レモンピールが見えてるのかな。いただきます。これはね、レモンピール好きな人すごく美味しいと思う。食べていくとチョコが先に溶けてレモンピールが口の中に残っている感じで美味しいです。結果やっぱりピープルツリーのチョコレートは美味しくないものはない。あ、こっちを忘れてた。ただーん、私はこれが初めて、ラム酒。日本で普通に売ってる板チョコよりも厚みがあって大きいです。だから金額も確か高かったと思うんですよね。フィリングタイプは777円です。これはね、あー折れた。こういう感じで、こういうの。いただきます。こういう感じです。中の薄い茶色のところがオーガニックプラリネ。あー美味しすぎる。この金額以上の価値がある美味しさです。このプラリネに関して言えば、あ、本当に美味しい。このシリーズどうしよう。あ、もうあと2つになってしまった。このラムを最後の初体験に取っておこうと思います。いただきます。美味しい。カプチーノ大好きなんですよね全部好きじゃんっていう感じだけど。じゃあ最後にこれいただきます。ラム、すごい、もうすごいラム酒の香りがしてます。いただきます。うん、ちょっと歯型ついちゃったんでもうお見せしないでおきますが、トリュフっぽい、すごいしっとり、とろっと、とろっとまではいかないんだけど、クリーム状、トリュフだ。いや、さっき言ったな、これは美味しいわ。クリスマスの味する。私のおすすめは大きい方は3種類とも違う美味しさがあるから、個人的に一番好きなのはプラリネだけど、じゃあカプチーノとラムがプラリネと大差があるのかって言ったらもうほとんどない。美味しい。白いシリーズだったらやっぱりキャラメルクリスプとヘーゼルナッツが好きな気持ちは変わらないんだけど、今日食べてみてレーズン&カシューナッツが美味しいと思いました。でベジチョコのシリーズはビターザクロとココナッツミルクがすっごく好きでした。これからはちょっと違う味も食べていこうと思います。って言ってもこれ冬季限定なので、何ヶ月間かの間に売れちゃったらもう多分新しくは入らなくて、また次の冬っていう感じになるので、見かけたらねぜひ食べてみてください。今年も動画作り一生懸命頑張っていこうと思います。たくさん作れたらいいなとは思ってるので、ぜひ2019年もゆるオーガニックよろしくお願いいたします。ありがとうございました。